皆さんこんにちは、華道家の宮本裕郎です。今日はここ東京プリンスホテルマグノリアホールですね、雅の一会という花展をやることになりまして、その池込みの様子をご覧いただきたいと思います。今日は4メートルの竹を買いました。これあと松とかあそこにも花材がいっぱいありますけど、これをちょっと対策を受けてみたいと思いますので、ちょっとその様子をご覧いただければと思います。いつ終わるか分かんないですけど、頑張ってやってみますのでよろしくお願いします。それとこれの組み合わせって感じだね。半分ぐらいで斜めに切れる。今5時半ぐらいですね。もう恐ろしいな。3時ぐらいだ。約10時間、まあ、ちょっといろいろ他の用事もあったんで、ずっとやってたわけじゃないですけど、約10時間。大きさはまた4メートル四方ぐらいですかね、全部で、ね、4メートル立方っていうのかそうですね、ぐらいな大きさじゃないかなと思います。はい、終わりました明日皆さんいらして楽しんでいただければと思います。